商人の唱えさせたもう大目の口読と、我らが唱え申す大目の口読と、いかほどの、多少揃うべきや、とうんぬん。さらに、小烈あるべからず揃ろあなた、松野六郎左衛門からのお手紙に、 商人の唱えられる大目の功読と我々が唱える大目の功読にどれほどの相違があるのかとの質問があった。それに答えるが大目の功読には全く省裂はない。 チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。すでに登録してくださっている皆様もありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。